イディエアイデブラウンはナイジェリアラゴス出身のサッカー選手アリステッサロニキ所属ポジションはフォワード2003年からナイジェリアのバイエルサユナイテッド FC のユースチームでキャリアをスタートさせると2006年にトップチーム昇格を果たした7月1日にオーシャンボーイズ FC へ移籍し同年のナイジェリアプレミアリーグで優勝した2007年8月に 欧州へ渡り、オランダ一部のビレム2のトライアルに参加するも、契約を勝ち取ることはできず、2008年1月に欧州へ再上陸し、スイス一部のヌーシャテルザマックスに移籍。それから3年後の2010年に、フランス一部の FC 訴訟へ移籍金600万ユーロで、加入した。加入1期目は途中参戦だったためか2得点に終わったものの、2期目は、 モディボ・マエガとコンビを組むとともに15得点を挙げ、チームのリーグ5位に貢献した。2011年7月6日にウクライナプレミアリーグのディナム・キエフに移籍金800万ユーロの5年契約で加入。同月16日の PFC オレクサンドリーヤ戦でデビューすると2得点を決め、出場2試合目の FC オボロン・キエフ戦で再び2得点を挙げる活躍を見せた。 2012年8月7日に UEFA チャンピオンズリーグ2012から13予選3回戦のフェーノールト戦では2試合ともに決勝点を上げ勝利に貢献し、ボルシアメンヒエングラートバッハとのプレーオフ第2戦では相手に2点先制され2試合合合計3から3の引き分けに持ち込まれたが88分に得点を決めたことで本大会に進出した。 2014年7月18日、クラブ史上最高額の移籍金で、ウエストブロムビッチアルビオン FC に移籍した。2015年8月31日、オリンピアコス FC に移籍した。2017年1月、2年半の契約で、天津安志たち足玉クラブに移籍した。2019年6月、アリステッサロニキに1年契約で移籍した。 U-20 時代に 2007FIFAU-20 ワールドカップのメンバーに選出されると5試合に出場しコスタリカ戦で1得点を記録。A 代表としては2010年5月に 2010FIFA ワールドカップへ向けての先行メンバー30人に招集された。最終メンバー23人から一旦落選したもののその後ミケルジョン・オビが膝を負傷したためメンバー入りを果たした。 アフリカネーションズカップ2013のメンバーに、選ばれると準決勝のマリセンで得点を挙げ、全試合に出場するなど優勝に貢献した。アイダイ、ブラウンニートノルイレムツー、アイダイ、ブラウンフュアストールズ6ミリオーネンズソショウディナモが、攻撃陣を補強をブリリリアント、デビューフォーブラウンアイダイ、インフォームブラウンギブス、ダイナモアドバンテージ、コーバル、オンハンドアズ、ダイナモリーチプレイフスディナモ、 配線も、プレイオフ突破 WBA、クラブ史上最高額で、ナイジェリア代表 FW 獲得、オフィシャル、アイダイデパーツウエスト、プロムフォーオリンピアコス。2021年2月5日閲覧。バリー、モハメット・フォジャ、ブラウン・アイダイ、ナイジェリアストライカー・ルックス・ツー・リバイブ・キャリア・イングリース。BBC スポーツ。2021年2月5日閲覧。アイダイリプレイセスミカル。 ネーションズカップ2013ナイジェリアピック6ローケリーベースドプレイヤーズありがとうございます